松島智子、松島智子、松島智子、本名、松島智子、1945年7月10日大は、日本の歌手、女優、タレント、日本芸術専門学校特別講師、満州国宝天生まれ、東京都目黒区育ち、目黒区立東根小学校を経て、大東学園高等学校卒業、生後間もなく、 満州国からの引き上げを体験。本名の智子とは生誕地の法典に帰する。3歳から石井清史舞研究所に入門、バレエを始める。映画館の劇場ニュースにて石井清文化の子供たちが小さな豆バレリーナとして取り上げられたところ、そこに映っていた松島智子を坂東つまさぶろうがスカウト。1949年に芸能界デビューし、 東横映画、獅子の罠に出演。その後も、嵐勘十郎主演の時代劇、倉間天狗、杉作、美モ愛子との、丹下左前、ジョビアン、エリッチエミットの、サザエさん、ワカメなど多くの映画に出演した。80本の映画に主演。同様歌手としても、米山正雄門下となり、1953年、コロンビアより、村の駅長さんでデビュー。 その後も、風に揺れる霊の花、三匹の小豚、雨に歌えば、などを吹き込み、杉作大子、えつちゃん、わかめちゃん、かいけつ黒ずきん、赤いカンナの花咲けばなど、映画主題歌や挿入歌を吹き込んだことでも知られる。少女雑誌、少女では、表紙を10年間一人で務め、芸能雑誌、平凡でもグラビアモデルを務めた。大東学園高等学校卒業後は、 ミュージカルを勉強するため渡べへザマスターズ、ハイスクールに2年間留学し、マーサグラハムのダンススクールから奨学金をもらい、研修し、帰国。帰国後は、ミュージカルを中心に、ラジオ、テレビのパーソナリティ、石垣食品のミネラル麦茶の CM、ひょっこりひょうたん島の声優など活躍を見せた。マネージャーは3歳でデビューしてから、母親が勤めている。 1950年11月19日、武踏家の石井清志らと共に菅もプリズン所長、鈴木秀三郎に刑務所近くにある米軍専用の劇場に招かれた。司会者は三井物産のタイの破剤出張所所長であった松島の父、高橋健が満州法典で召集を受けた後シベリアに抑留され、生死も不明で、松島は母と二人で過労死で帰国したと紹介し、 会場は静まり返った。その後父は、ナホトカ郊外の収容所で1945年10月2日に死亡していたことが判明。続いて、ハッピ姿にチ巻キを締め大きな目をした5歳の松島が現れ、用部、可愛い魚屋さんを踊った。並んだ、約1000名の先般らは涙を流して深く感動し、何度もアンコールし、彼女もそれに応えた。 1986年には日本テレビタイム21の撮影でケニアを訪れて10日の間にライオン投票に立て続けに二度襲われ帰国後にギブス姿で記者会見して話題になった1月28日にジョイ・アダムソン野生のエルザの作者の夫であるジョージ・アダムソンと共にナイロビノコラ動物保護区でエルザの子孫でジョージにより ラクダの肉で餌付けされ人になれたばかり7頭のライオンの群れと接触しコライオンと戯れていたところ、ジョージがキャンプとの無線で、松島とライオンたちから目を離した隙にその子ライオンの母親に襲われ、首や太もも,もに全治10日の怪我を負う、目を離していたジョージは耳が遠く、助けに行くのが遅れた。その際に、ジョージにより松島は助けられた。この時周りには、 複数のライオンがいたが、攻撃を加えたのは一頭のみである。治療後再び別の動物保護区を訪れ、万全の態勢で、ロケに挑むが、10日後の2月7日に保護区のスタッフで、責任者のトーフィッツジョンと共に、この保護区で飼育されているメスヒョウの小麦油を見に、周りを高い柵で囲われた施設に行った。施設の外に出たところ、そのヒョウが、ヤインに乗じて、 柵を飛び越えて待ち伏せており、迂かつにも目を合わせてしまった松島に体当たりで襲いかかった。奇襲を受けて地に倒された松島はそのまま首を噛みつかれ、なおかつ持ち上げられた。この時骨がガリガリとかじられる音が聞こえ、死んだと思ったという。これは松島の隣にいた、この氷の飼い主のトニーが松島と親しくしているように見えたためひょうが嫉妬したと考えられている。 ヒョウは、嫉妬深い動物として、特に有名。この後、松島は救助隊に、救急ヘリを要求したが、夜間の飛行は危険であるとして拒否されてしまう。結局、朝まで止血しながら耐える羽目になり、その後、朝になり救急ヘリが到着し、ようやく病院に運ばれ、第四頸椎粉砕骨折という診断を受けたが、ヒョウの噛む位置が、 あと1ミリずれていたら間違いなく、噛み殺されていたとのこと。ちなみに第四系椎分最骨折は、後遺症もなく生還するのが奇跡と言われており、高確率で死亡。良くても首から舌が動かなくなるほどの後遺症が残る。松島の症例は、ニューヨークの学会で発表された度である。氷に襲われた後も撮影を続けて、2月17日に、帰国、コルセットをつけて、 記者会見に臨み、それでも動物が好きとコメントした。この時に撮影された映像は3月31日に、それでも私はライオンが好きと題して、タイム21で放送された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。